どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルのポイント変動制ですね、とうとう明日3月29日より開始になるということで、今回の動画でですね、直前解説ということで動画ねやっていきたいなと思います。ということで、とうとうですね、明日3月29日よりマリオットボンボイホテルのポイント宿泊ですね、今はカテゴリー別のシーズン制っていう風になっているわけなんですけども、明日3月29日よりポイント変動制がですね導入されるっていう風になります。まあこの導入を受けてですね、マリオットボンボイクレジットカードね保有されている方、またねマリオットポイントね保有されている方は影響ね結構あるかなという風に思いますので、まあ一度ねこの動画出させていただいてるんですけども、おさらいとしてですね、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではですね、今回ねこのポイント変動制ね、3月の頭ぐらいにですねアナウンスがあったわけなんですけども、現在はですね先ほども言った通りカテゴリー別のシーズン制っていう風になっているわけなんですけども、3月29日からですねポイント変動制にね切り替わるっていった形になります。でこの切り替わるね正確な時間なんですけども、3月29日っていうね発表があったわけなんですけども、おそらくこちらね米国東部時間っていう風になりますんで、日本時間に直すとですね3月29日の14時頃にですね、こちら導入がね本格的に開始になるんじゃないかなっていう風に思います。まあ3月29日の14時頃にね多分メンテナンスみたいなのが入って、その後ですねポイント変動制にね切り替わるっていった形になると予想しております。で今日ですね3月28日っていう風になりますんで、今日中にですねポイント予約ね入れといていただければですね、今のねレートで予約ね入れることができるっていう風になりますんで、ちょっとね日付変わって3月29日になってもね多分大丈夫だと思うんですけども、まあギリギリね予約入れるっていうのもねあんまりお勧めできないかななんていう風に思いますので、まあ今日のね3月28日にですね利用予定ある方はですね、ぜひね予約入れといていただければなと思います。でですね、今回のポイント変動制が導入になりますよね。で全体的なホテルのねこの必要ポイントはどんな感じになるんだっていう話なんですけども、現時点で発表が出ている感じだと、この変動制のね変動する枠っていうのは、全体的なホテルはカテゴリー別のシーズン制のこの表ありますよね。まあカテゴリー8だったら7万ポイントから10万ポイントっていう、このオフピーク、スタンダード、ピークっていうねこの分かれておりますよね。この中で変動するっていった形になるんですよね。まあこちらね現時点で発表されている情報っていう風になりますんで、まあ外資系のホテルなんでね、まあ実はちょっと違いますみたいな感じでねなるかもしれないですけども、まあ現時点で発表されている内容だと、この変動性のね枠っていうのはカテゴリーとねシーズンの中でね変動するっていった形になります。でこの変動性自体がですね、2022年は仮運用みたいな感じになってまして、まあ2022年の後半にですねこちらがまた更新があって、2023年は本格運用っていうのが予定されております。ですので、まあ2022年に関してはこの枠の中でですね変動するっていった形になりますんで、まあ非常にね優しい感じになってますよね。ほとんどね解約っていった形にはなるわけなんですけども、2023年がね、まあ、どうなるかっていうのは正直ねわからないっていった形になりますんで、来年になったらですね本当にヒルトンホテルポイントみたいに、もう本当にこの週は十何万ポイントみたいなね、まあそういった感じになるかもしれないっていう感じですね。まあこればっかりはちょっとそうなってみないとねちょっとわからない部分ではあるんですけども、一応ね現時点ではこの中でね移動するっていった形になります。でこの今回のね発表にあたってですね、ポイントをねマイルに交換するレートありますよね。マリオットボンボイホテルポイントは6万ポイントを一気にマイルに交換すると、 ANA でも JAL でもねそうなんですけども、6万ポイント一度に交換してもらうとね2万5000マイルに交換することができるわけなんですけども、一応現時点ではですねこちらの交換レートに関しても変動はねないっていった形になりますんで、今のところ解約はね発表されておりません。でこのポイント変動制ですね、基本的にはですねこのホテルカテゴリーの中でシーズンの中でねポイント動くっていった形になっているわけなんですけども、一部のホテルでですねこの変動制の追加の調整がね入っているホテルが約ね世界全国で200ホテルがね調整が入っております。
で、この調整が入っているホテルだけですね、最大3万ポイントのね、プラスが必要になるっていった形になります。ですので、先ほどね、カテゴリー戻っていただくと、こちらの表だとですね、カテゴリー8のホテルで、まあ、最大で10万ポイントになるわけなんですけども、この調整がですね、最大3万ポイントっていう風になりますんで、この一部のね、調整が入っているホテルに関しては、最大でね、1泊13万ポイントまでね、上がるかもしれないっていった形になります。まあ、こちらも変動性の一部なんで、まあ、最大はね、13万ポイントなんですけども、まあ、10万ポイントの時もあるかもしれないですけども、最大の時はね、13万ポイントに、ね、なるかもしれないっていった形になります。で、この一部のね、調整が入っている、この約200のホテルに関してなんですけども、まあ、200ホテルね、世界全国でありますんで、まあ、気になる方はね、公式サイト概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしていただければなと思うんですけども、この200のホテルにですね、日本国内で調整が入っているホテルは、カテゴリー8でですね、翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル、リッツカールトン京都、三井京都、この3つがね、記載があります。この3つのね、上げ幅が2万ポイントっていう風になりますんで、最大でですね、カテゴリー8ということで、10万ポイントが最大で、上げ幅が2万ポイントの調整ということで、最大でですね、12万ポイントっていう風になります。もう一つですね、カテゴリー7の、リッツカールトン日光がね、上げ幅3万ポイントでね、記載がありますので、リッツカールトン日光はですね、カテゴリー7で最大で7万ポイントで、上げ幅がね、3万ポイントっていう風になりますんで、リッツカールトン日光はですね、最大で10万ポイントがね、必要になるっていった形になります。まあこんな感じに、ね、なっておりますので、2022年に関してはですね、まあ全部で4つのね、日本のホテルだと、この4つがね、記載があるっていう風になりますんで、まあ3月29日以降はですね、こういった感じで必要ポイントがね、上がるかもしれないっていった形になるんですよね。で、3月29日のこの切り替え後からですね、これがこのポイント変動制がね、導入されるっていう風になりますんで、3月28日、今日中にですね、予約しといていただければですね、カテゴリー8のホテルでも最大ね、10万ポイントでね、宿泊予約ね、入れることができるっていう風になりますんで、まあ枠がね、空いてなかったらまあ予約はできないですけども、仮予約みたいな感じでね、予約しておくのもいいのではないのかなと思います。で、またね、マリオットボンボイポイントのね、予約の場合だと、基本的にね、2日前まで、予約ね、無料でキャンセルすることができるっていう風になるわけなんですけども、一応ね、キャンセルポリシーはね、確実にチェックしていただいてですね、予約ね、入れていただければなと思います。最初に言ったね、翠嵐ラグジュアリーコレクションだったり、リッツカールトン京都、また三井京都ね、まあここら辺はですね、10万ポイントと12万ポイントっていう風になりますんで、まあかなりね、変わってくるっていう風になりますんで、利用予定ね、ある方はですね、ぜひね、予約ね、入れといていただければなと思います。まあこれでまあ行けなかったらね、まあキャンセルしていただければね、いいだけの話なんで、まあ入れていただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、とうとうね、マリオットポイントの変動制導入されますね。今後どうなっていくんですかね。ヒルトンホテルポイントみたいになってしまうんですかね。マリオットポイントっていうのは本当に1ポイント1円以上でもね、利用することが結構容易にできるので、かなり使いやすかった部分もあるので、まあ良くなるってことはね、ちょっと考えづらいんで、まあ悪くなってしまうんですかね。まあまだね、マイルの交換レートがね、影響今のところ来ておりませんので、まあマイルに交換するっていうのもね、非常にいいんですけども、まあホテルでもね、1ポイント1円以上で利用できるってやっぱり強いですよね。まあ今後ね、また何か情報入りましたらですね、私の動画のチャンネルでね、そこを出したいなっていうふうに思いますので、ぜひね、チャンネル登録しといていただければなと思います。またね、大阪梅田の旧大阪郵便局の跡地にマリオット系のね、オートフォグラフコレクションがね、入るっていうのが先日ね、わかりました。2024年の夏にね、開業予定ということで、場所ね、ここになると思うんですけども、まあ、非常にね、一等地らしいですね、ここね。いやー、本当に大阪ね、めちゃくちゃできますね。ヒルトンもそうですけど、マリオットもめちゃくちゃできるんで、本当に羨ましいですね。で、オートグラフコレクションということで、どうなんですかね、メズム東京みたいになるんですかね、またおしゃれな感じになるのか。で、高層ビルっぽいんでね、こちらもね、非常に楽しみですね。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。